はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スターオーシャンセカンドストーリーのリメイク版、体験版の、あ、これサンチェイン、何チェイン、あ、チェインで戦いたかったな。気をつけなきゃ。ま、ここら辺の敵倒してももうしょうがないか。意外に弱かったね。ま、体験版をやっていきましょうと。戦闘が終わってからで、クロス王国を目指せということなんですけれども、ま、ファストトラベルでここの町まで行っちゃってもよかったかな。歩いてきたけど、サルバはそのまま通過しよう。もういいでしょう、この村に用はない。あ、でもレナって何装備してるんだ。でも先のクロスの町で買った方がいいの売ってるよね、多分。クロスは来た。敵の質がわからないな。こっちに来て強くなってんのかどうか。変わってねえし。あれ、ブレス、プレス、ブレスではないか。なんか入ってるわけじゃないから、プレスで押しつぶしてるっていう魔法ね。レベルは8。一応体験版は12レベルまでみたいなんで、寄り道こっちの方なんかアイテムとかあったりすんのかな。あるね、宝箱が見える。一応回収しておくか。これ普通の道具、ブラックベリー3つ、チェイン、チェインって結構近くないとダメなんだな。1212発で倒せるかな。なんかレナのマジックパワーが結構減ってそうな気がするんだけど、さっきパッと見だけど。敵よ、敵だ。こいつらしか出てこない。プレスする前に倒すからね。これなら満点だな。一番右下のあれ何のゲージだっけ。何のゲージでどう活用していいのかがわからん。だからまあ経験値とかお金とか考えるとチェインさせた方がいいよね、ここら辺とかで。敵だ、気をつけなきゃ。盗賊かどうかわからんけど、盗賊っぽいやつ。敵よ、なんとかなる。1.5倍、マジックパーがないっす。レナ、これなら満点だな。もう雑魚敵はでもガチで雑魚だな。まあまだ序盤も序盤だけど、本当にこれ本編やるんだったらハードモードでもいいかもしれない。まあボスはねちょっとアレン君苦戦しちゃったけど、まあ、それでもなんか分かればって感じだからな。これシステムで変えられるのかな、オプションとかでいきなりバトル設定。あ、変えられんな。ユニバースしてみる。ちょっとどれだけ違うか確認しよう。しかもチェーンさせよう。来い、敵だ。敵よ。はいはい。あ、ワンターンで倒せない。ワンターンキルできないな。でもまあこのくらいが多分いいんだろうな。ブレイク、ちゃんと技も織り込む。いいじゃんいいじゃん、このくらいがいいな。ちゃんと技の熟練度も上げられるし、まあ、この先どれだけ戦闘があるかって言わせたらちょっと分かんないけど、全然ユニバース楽しめるな。逆に簡単モードってどれだけ簡単なんだ。クロス大陸近くでちょっと一回戦ってみる。橋を越えてみようか。時間制限もあるからね、3時間しかできないんで体験版は、まあ、なるべくその体験版までできるところまでは行きたいけど、よし、ちょっとここら辺の敵と戦おう。敵だ、敵よ。お、フェル、お、やばいやばいやばい、
人がやばいやばい死ぬ死ぬ死ぬだって強すぎる突然強くなったこっちマジで全然お門違いのとこだったかリトライしようアクセサリー装備そんなこと言われてもさバトル開始いくぜいや負けないちゃんとデーナがやばい一発で145こっちも78倒し痛いですなんか燃えてんだけどちょっともう空破山でなんとかするしかないあ敵ガードしてんな一発やって逃げる技は結構硬直するからな死んだここの敵強すぎんだけどこれ倒せなかったらさあちょっと待ってねリトライにシステムがあってオプションでバトル設定で簡単まで戻そうどれだけ違うかこの敵がほら全然違うんだけどレナはでも結構やられてんなゴリ乗せるじゃあレナが死ぬヒール空破山も混ぜる197めちゃくちゃ経験値あこれ経験値あれか分ける方式かでちょっと久々にヒールを使いたいちょっと待ってこれはあれか どこで使うのえ使えないこのところだとこれはちょっとまだいいや55レベルいくつまで上げられるのこれ奥まで行く未踏の地へこれ裏口から入れるのかなちょ裏からしか取ろう敵だ準備はいいあれこれ山賊みたいな感じ一発だザコイこれなら待ってんだなさっきの人参みたいなやつかなやっぱり強かったからなで、まあ、一応もう一回じゃあバトルは普通に戻そう後ろ取れる先手必勝お人参来たちょうどかちょっと待ってよしブレイクちょっと待って待ってちゃんと近場で空破山で巻き込むやばいやばい助けてくれガッもう周りを巻き込む空破山囲まれた時の近場空破山は結構役立つこいつらが極端に強いんだけどね、3、4回戦えばもうレベル上がるなやっぱレナほっとくと死んじゃうからなこれさどこまで行けるちなみにめちゃくちゃ行ってんだけど先にあっち村見えるよもう製品版はどうなんそのゲーム作るスケジュールみたいなの分かんないけどまだ1ヶ月ちょいあるわけじゃないですか製品版が発売されるまで準備がいい？このタイミングってもうできてんのかなそしてもう全然弱っちい敵が出てくるし経験値8だから人参やろうと全然違う10倍くらい違うんだけどでも赤い敵じゃないんだよなマハツに入れるあ体験版では入ることができませんしょうがない変えるかさらにチェインさせればさ経験値も増えるし戦闘きつそうだけど赤敵みたいなの出てきてないよねこれ別に気づかれないあ気づかれたここで気づかれてチェイン
準備はいい？なんとかなるかな。これ戦闘に入ってから難易度変えられるのかな。メニュー開けたよね。来た。逃走しかないか。死んだら帰ろうってことだよね。これ連打してるとさ、その敵の赤いところに合わせるのがなかなか難しい。あ、ブレイクされた。失敗した。むずい。こっちは常にさ攻撃してるからさ、攻撃を中断してカウンター狙うのが難しい。9レベル上がり幅も結構あるな。ステータスがさどれだけ上がってんのか分かんないんだよね。1レベル上がるごとにその攻撃力とか防御力とかが。ほらほらほら、チェンジさせるよ。このままの体勢を維持してあいつは諦めてった。しかも後ろ取られてなかったか今。そんなことはない。レナ何やってんの。あ、もうザコだ。プレス使うだけ。マジックパワーの無駄だ。まあじゃあちょっとおとなしくクロス城行きますか。あっち見えるところ。クロス到着です。これ夜になっちゃったけど多分イベントだよね。思ったより遅くなっちゃったな。まあ1日かかりましたよっていう。誰もいませんね。お城も閉まってるようだし、今日は宿屋に泊まって明日行ってみましょう。クロス城下町、広そうだな。さすがに、まあまずはそのまま宿屋に行こう。あら、まあレナちゃんじゃないの。久しぶり。お知り合い。お久しぶりです。おばさんはお元気ですか。ええ、おかげさまで。あらら、ウェスタも大変ね。彼氏？違います。そんなに力強く否定しなくてもな。え、いや、別に。ちょうどよかったわ。いい部屋が一つ空いてるのよ。特別に今日だけタダで泊めてあげるわよ。いや、空いてるからってタダはすごくないか。いいんですか。半額とかならまあまだなんとなくわかるけど。かわいい目の素敵な一夜のためだものね。だから全然関係ないんですってば。全然ね。そういえば2週間くらい前だったかしら、この町にフラックさんが来たわよ。ディアスが？まあ行き先も決めないまますぐに出て行っちゃったんだけどね。そうなんだ。ではごゆっくりと。おばさん、ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。レナを頼むわね。はい。ちょっと気になったんだけど、フラックさんって誰だい？ディアスのことですか？さっきその名前を聞いたからさ。ディアス・フラックって言ってアーリアに住んでいた人なんです。でも昔悲しい事件があって村を出て行ってしまって。じゃあそれ以上は聞かないようにするよ。ありがとう。一つ僕からのお願いを聞いてくれないかな。何ですか？僕のことをさん付けしないで呼んでほしいんだ。僕も君のことをレナって呼びたいから。はい、わかりました。もう寝ようか。夜も遅いから。そうですね。おやすみなさい、クロード。おやすみ、レナ。そのまま寝るのか。どうだったかしら、うちの宿屋での一夜は。壁が薄い、声がダダ漏れだ。よく眠れました。ありがとう、おばさん。そういう意味で言ったんじゃないんだけど。
さて、まあ、このまま宿屋の外に出て、これはどこへ行くんだ。一応武器屋があって、俺お金どんくらい持ってんだ。大して使ってはないと思うけど、一級品揃い、ブロードソード、スモーラ2000円、高え。ロッド、レザーヘルム、バンデットヘルム、バンデット系か。ローブッドシート、あ、盾があんじゃん。とりあえず買えるものを買っていきたいけど、どうなんだ。レザーヘルム、シールド何にも装備してないから買って、あと1000円。バンデットヘルムは安い、メールは結構する。レザーヘルム装備してないから買っとこう。ローブを装備している、ブーツも装備している、アイアングリーブ、これでちょうどいいくらいか。ありがとうございます。めちゃくちゃ増えるな。ナックル、ローブ、レザーヘルム、ブーツ、シールド装備できるのレナって。まあいい買い物をした。あれ、これ何屋さんだ。これクロスギルド、スキルについてのアドバイス。あー、ギルドは準備中ね。体験版ではできませんでした。酒場、バーミカド、ラクルに逃げよう。逃げる金なんかあるか。クロスの町が大陸の中心です。一杯どうですか。嫌な世の中になっちまったもんだ。ソーサリーグローブの調査をしている人間を探している。じいさん、自信が多いと思わないかい。北の山岳宮殿に行ったら兵士に怒られた。許可がない人は行っちゃダメ。彼女遅いな。来ないよ、そんな妄想彼女なんて。いや、俺金がないんだよな今。リザレクトボトルとか2つ使っちゃったからね。ここら辺1個も持ってないな。アイアン、まあ、こういうのもねやっていきたいけどね。料理とかね。ここ食べ物屋さんがあるじゃん。料理とかここで習うんだっけ。買う、魚介類、穀物、高い。剣1本分するぞこれ。クロス料理で、こっちはよし。ああ、裏側に出んのか。まあ、とりあえずじゃあ城を目指していきましょう。なんか街の中だったらもうさらに倍速で動けるとなんかだいぶ楽なんだけどな。ここなんかイベントマークがある。なんか走ってきた。失礼。三つ目の人。いえ、こちらこそ。今の人を三つ目？クロス王子がお城を抜け出した。俺がクロス城か。兵士に話せなかった。クロス城、謁見の受付、ものすごく混雑している。受付の確認お願いします。受付しないといけないんだ。話せん。税金支払い、ここじゃない。ここは謁見受付です。ここだわ、私が書きますね。お、アーリアの村長、レジス殿のご紹介ですか。はい、できるだけ早くお願いしてもらいたいのですが。そうですね、しばらくお待ちいただけますか。はい、ありがとう。
ございます。その間城の中でも見学なさっていてください。わかりました。クロード、やったね。できるだけ早くっていう割にはしばらくお待ちくださいって言われた。話せない、話せる人間決まってんのか。こっちなんか何もなさそうだな。いっぱいマークがついてる。どいつ、こいつってこと。ああ、話して、あ、ご病気、時間を潰せってことか。ロザリア姫、ここは厨房か。今日の料理はどうしようかな。決まってないのか。メニューが決まらなきゃ食事が運べない。ここ何、風呂。え、これ何、これベッド。掃除しなきゃいけない。別に風呂ではないかこれ。こっち側は特にないね。外に出れなくなってんだ。まあ王様に会うまでは出れない。なんか調べられてる。クロス王子の肖像画。クロス王国の王子クローザー T クロス肖像画。城を抜け出して城下町に行き、毎度トラブルを起こしている。精湛な顔つきだがどことなく誰かさんに似ている。レベルアップした。肖像画 A1。 これガンガン入ってるけど大丈夫なの。順番になりましたって受付を通さないでそのまま行くのかよ。ありがとうございました。うん、気をつけてな。王様なんか相談役になってんだ。王様、お目にかかれて光栄です。おお、レナか。久しぶりではないか。見違えたぞ。レジスから聞いていた以上ではないか。王様もご健康そうで何よりです。まあ堅苦しい挨拶は抜きにしようではないか。して今日は何用かな。はい、実は私たちはソーサリーグローブについて調査を始めたのです。そこで王様がご存知の情報についてできる限り教えていただきたいと思い参りました。なんと、そなたたちがか。はい、もちろん冗談や遊びで始めたのではありません。そうか、そういうことならば私も助けないわけにはいかないな。何について尋ねるか。異変について。確かに各地で異常な地震、火山の噴火など発生しておるが、その原因など詳しいことは分かっておらんのだ。ソーサリーグローブのせいだということは考えられないのですか。はっきりとした証拠が揃わないうちは 100% そうとは言い切れん。エル王国はどうなっているのか。現在エル王国では人間が魔物たちと交戦中ということだが、その規模や被害の様子など詳しい情報がほとんど伝わってこないのが実態なのだ。エル王国に渡る船は出ていないんですか。ないことはないが制限されておる。それに戦時下では混乱した情報が流れやすい。ソーサリーグローブとは何ですか。ソーサリーグローブについては我々もよくはわからない。いや、何も知らないと言った方が正解だろう。調査隊を送ったんじゃないんですか。そうだ、しかし戻ってこないのだ。要するに我々が手を尽くしてもソーサリーグローブに関するわずかな手がかりもつかめないということだ。そうだったんですか。だから我々はむしろ冒険者たちにこそ調査を依頼することに決定したのだ。町に冒険者が目立つのはそのためか。よく冒険者だってわかんな。お前この星の人間じゃないのに。しかしソーサリーグローブの調査は危険だぞ。できることならばやめた方がいいと思うが。いいえ、大丈夫です。私には
クロードさんがいますから。おお、彼はそれほどの強者なのか。しかしもう少し装備を整えた方が良いのではないか。さっきこの町で買ったんだけど。うん。通行証と選別です。どうぞ。600円、通行証。王様、異変の調査をしているのだから当然の報酬だ。受け取ってくれ。当然の報酬とか言いながらめちゃくちゃ少ないの。ありがとうございます王様。エル王国に行くのならばクリックから出ている臨時便に乗るといい。王様、本当にありがとうございます。僕は全然話をしていなかったな。気にすることないわよ。私も結構緊張していたし。さあ外へ出よう。で、なんか下へ向かうことになってるけど、一応鉄拳の時に右下のところになんか立ち聞きっていうか盗み聞きっていうかしていた人がいたんですけど、どうした？どうしてですの？これは私が手に入れたものでしょう。何言ってやがる！ありゃ半分詐欺もいいところのやり方だったじゃねえか。まあ、いつ私が詐欺を働いたと言うんですの？うるせえ、殺すぞ！生言ってねえでさっさと渡しやがれ！ちょっと許せないな。クロード？あら。なんだこのガキは。女性に対してそういう態度はないんじゃないかな。なんだと？もう少し紳士的に行こうよ。あ？貴様、この俺をバカにしてるのか？あなたのお相手はその坊やではありませんわ。だと？本当に殺すぞこら！喧嘩を売るなら相手を選ぶことですわ。もっとも身に覚えのない喧嘩は迷惑ですけど。覚えてやがれ！これで懲りたかしら。何事もなかったのにみんな去っていったな。ありがとう勇敢な坊や。坊や、あなたの勇気には私ちょっと感動しましたわ。いや、それほどでも。鼻の下伸びてますよ。そういえばあなたたち、さっき王様に謁見していた人たちかしら。どうしてそれを？私お城を見学していたんですけれど、順番を早めてもらっている特例の二人がいると兵士たちが話していたので。僕たちのことだってすぐ分かったんですか？ちょっと気になったのでこっそり謁見の間で見ていたんですの。いい趣味ですね。そう言わないで。実はお二人に耳寄りな情報があるんですから。実は私、先ほどのオークションでこんなものを手に入れましたの。これはとある洞窟に隠された古代の宝の場所を記した地図なんですの。よかったら一緒にこの地図の場所を探索しませんかと。私たちは宝探しに付き合っているほど暇じゃないんです。あら、あなたたちの目的に関するヒントだって見つかるかもしれませんわよ。私と一緒に行きません？行きましょう。古代の宝が、何かの手がかりがあるかもしれないな。面白そうですね。ぜひご一緒させてください。さすが、話がわかりますわね。私はセリーヌ・ジュレス。趣味はトレジャーハントですわ。趣味でやってんのかトレジャーハント。それじゃあ改めて地図をお見せしますわね。よろしくて。まず私たちはクロスの東にあるクロス洞穴を目指すことになりますの。クロス洞穴？
それってあの有名な天然洞穴のことですか？ええ、とっくに調べ尽くされていると思ってました。最近になって新たに発見された地図だという話ですわ。ふーん、ひとまず装備などを整えてから出発しよう。そうですわね。なんか怪しい気がするんだけどな。え、何か言いまして？あ、なんでもありません。さあ、行きましょう。宝の地図をゲットした。 AIC 特技。待って、スキルポイント、ギルドミッション、まあ、ここら辺はないからね。というわけで仲間が1人増えました。一応武器屋見てみるか。装備何してるんだ。まあ、魔法2人だからね。どっちかっていうとちゃんと防具を装備しているのかが気になるけど、全然ダメじゃん。あれ、まだ仲間になってない？あ、仲間になってない。ゲストキャラクター、一時的に加入するキャラクターなんだ。正式な仲間にはなってないんだな。じゃあ東って言ってたよね。正門から出た方がいいかな。まあ魔法使いだから光栄で魔法を打ってもらえればサポーターとして役立つでしょう。これさ、地図どうなってる？拡大とかなかったっけ？なんか何ボタンか分かんないけど、あ、これあれか、クイック回復。いや、なんか分かんない。十字キーいろいろ押したけど、上がファストトラベル、右がクイック回復だったね。引っかかったし、あそこに宝箱ある。あれは回収しておこう。敵出ないな、ここら辺。アルテミスリーフ、葉っぱか。クロス洞穴入る。敵がいる。戦闘準備。後ろ、バックアタック取られた。後ろ取ろうと、やべ、レナとかなんかすげえ食らうんだけど、ここの敵結構強いな。流星将、刃が戦場を切り裂いていった。聞いてなかったけどウィンドカッター的な感じかな。ハテナになってる。もうこういうやつで流星将いっちゃう。ブレイク、ブレイク、流星将がもうちょっと近づいた方が、あれ、ちょっと待って、倒したと思ったら倒してなかったわ。セリーヌのマジックパーどうなってる？全然チェックしてない。まあ打てるだけ打ってもらおう。他にも道がありそうだよ。倒せるやつは倒していこう。なんとかなるかな。痛い。だってこいつ5じゃん、食らうの。じゃあ、マジめっちゃ挟まれてんだけど。やっぱ最後切った後なんか入れるべきだな。え、流星将、ハイヤーボルトで倒したのか。準備はいい？気をつけろ。
スライム。ちょっと離れるとはじゃあ。三連の攻撃の後に技一回出ると結構スムーズかな。宝箱を守っている。でもこれ普通だからな、色が。でもバックアタックからっぽくね、やっぱりな。いや119、ちょっと待って待って、魔法組がちょっと待って、赤くなったらちょっとまた速攻でバツボタンを押してカウンターしないと。マジックパーがモーターン、ディープミスト1000円。王様の褒美より高いんだけど、ケチすぎだろ。洞窟に落っこっているお金より、宝取り尽くされたとか言ってるけど1000円落っこってたよ。てか宝も全然開いてないじゃん。ブレイクブレイクダブルブレイク。お殴りだな。意外に弱かったな。宝ゲットブラックベリー。後ろ取れるこれ。気をつけ、意外に気づかれなかった。流星ショー大です。これで流星ショー。マジックパーが足りない。意外に弱かった、弱かったわね。なんとかなる、気をつけなきゃ。あ、こいつは強いじゃん。ちょっと待って、もう本当に狙えないんだけど、カウンター攻撃が。上は上でセリヌ今援護に入る。めった切りにする。レベルアップ。宝宝宝を求めて。準備はいい。バックアタック。あ、回復してる。これさ、なんか使ってくんじゃなくて、もしかしてスキルポイントで強くしていく系か。レイ光の魔法だっけ。そうだな。この人間まで強いかな。ちょっとあっち行っちゃってる。無駄。思ったより弱かったわね。そうだな。チェーン。なんとかなる。向こう狙われないうちにこっちに。そうか、チェーンしてたんだ、忘れてた。上上上行ってる。ちょっとセリヌ待て。キンってなってるけど、もう一匹いる。あ、通ってる。そうだな。ジャンプ。気をつけなきゃ。戦うしかなさそうですね。スライム。これでどうだ。くらえ。ブレイク。ブレイク。まあまあだね。300分の119になってる。またそろそろレナのレベルが上がりそうだ。あんまり探索はできてないな。もう奥へ奥へ行ってる感じがする。
サンダーボルト、ちょこちょこちょこっち手出しはさせん。流星ショー、意外に弱かったわね。嬉しい。そうだな、結構広いな。靴守ってるやつ、チェイン。敵だ。イモムシ太郎、もうひたすら攻撃ボタン連打。あ、いいね、レイヤーで。だってセリシュでマジックパーが全然ない。回復できないわ、なんとかして。戦闘が終わってちょっとの回復しかないから。そうだな、ちょっと回復しとく。ブラックベリーを1個食わしとこう。いやー 20% って微妙だよな。行き止まりは場所が違うのかな。ほんとだ、変な岩があるだけね。おかしいですわね。地図だとこの先に宝の部屋があることになってますわ。もしかして偽物？そんなはずは。なぜ言い切れる？ところでレナさん。はい。レナさんって回復の呪文が使えますわよね。それはどうすればできるのかしら。そう、私もよくわからないんです。いつの間にか使えるようになっていたから。紋章術には回復の紋章なんてありませんし。へえ、そうなんだ。はあ、高い地図でしたのに。他の道を探してみます。そうですわね。セリーヌさん、その前にちょっと僕にも地図を見せてくれませんか。ここに小さく何か書いてありませんか。呪文がどうだとか。本当ですわ。かすれて読みづらいですけど、確かに何か書いてありますわ。その通りやればいいのかな。とりあえずやってみますわね。通路が。やりましたわね。行ってみましょう。これ回復できる？回復した。これ触れるだけで回復するのか。こうやってやりましたわね。てかさ、じゃあ取った意味っていうか使った意味ねえじゃん。あのブラックベリー2つくらいだから。空っぽ、完全に罠だな。ガーゴイル、やはりか。敵です。敵だ。どうする、とりあえず近づかせん。二人相手にする。いや、行ってしまった。先に一人仕留めるか。ブレイク叩き込め。ちょっと待って、レナやばい。やっぱり こっちこっち。よしよしよし、あとお前を暴行す。ジャンプしちゃったよ。僕らの勝ちだな。センかなりの経験値を持っている。よかった、なんか覚えたな。回収、回収、心の障壁、ユニークスポット。これ何て読む？なんか水柱。はるか昔から荒らされることなく畳み続ける巨大な奇跡。この場所を求め多くのトレジャーハンターが挑んでいるが、命を落とした者も少なくない。
レベル2人アップした。500もくれんの経験値、すごいものを見つけた。金も500円ってか、この宝箱誰が置いてったんだ。古文書、見つけましたわね。これですか。何なの一体。これ古文書だよね。全然読めない。ダメですわ、私にも全く読めない。私の故郷に戻って長老にでも聞くしかなさそうですわ。あるいは言語学者に頼むしかなさそうだな。そうですわね。 AA デバイス、レティシアジュエル、どういうこと。ジュエルに宿った不思議な力が星の海の記憶を呼びます。 SO6 スターオーシャン6ってことか。主人公レティシア、アサルトに加入しました。俺スターオーシャンちなみに2までしかやってないから、その先全然わかんないんだよね。バトルメンバー以外の仲間を召喚して援護を行います。マジックパワーは減少しません。アサルトゲージ自動で蓄積され、最大になると十字キーで召喚可能。先日から設定できる。ジュエル系アイテムを入手するとスターオーシャンシリーズの歴代主人公を編成できます。その歴代主人公が全く分かんねえかな。ウッドシールド、あれプラスになってる。プラスとかあるんだ。じゃあ変えるか。もうちょい探索したかった気もするけど、敵はうろついてんな。消えた。こっち側とかね、宝箱あるのか。なんか敵仕方しようとすると結局バックアタックな。やばい、出たか、死ぬ。もう囲まれてすぐ死ぬかな。ゴリ押しますよ。僕らの勝ちだな。どうやってやるんだ。戦術アサルト編成、レティシア、ダメージタイプ、ヒットポイント、ちょっとやってみる。こっち深いな。これなんだっけ、あれ敵が出るやつだっけ。あれ全然違った。出てるわ、ここに多分敵が出てた、多分だけど。これもそうじゃないか、敵が出るんじゃないか。シルバーが、ああめっちゃいっぱいいるわ。めっちゃチェインできるんじゃん。気をつけなきゃ。敵だ。いけ。待って。どれが溜まればいい。あ、いた。あれなんかいるな。なんかどうやって使うんだかわかんない。気をつけろ。ゲージがなんか増えていってるけど、そしたら召喚されるの。何チェインした、ちなみに。ケケ2倍。いけ、カムイ、おつえ。これボス戦で使うべきだ。60秒って60秒をストップしなきゃいけない。それでようやく使えるってこと。2人マジックパワーなくなったら終わるかな。あ、5分の5、これ完全。あ、やっぱやれてる。うちのセリーシャ頑張って、こいつを勝たすまで。レナ回復してくれ。ズワライ858、めちゃくちゃ回復するっていうかさ、自分たちのヒットポイント超増えてんだけど、いつの間にか1312レベル。あ、1体だけとか。でも5チェインまでしかしないからね。実のある戦いだった。
ジャンプして降りてきたけど、どっから上に登るんだ。一応こっちの方がちょっと速度は速いか、まあ、敵によるんだろうけど。じゃあこれで降りて、あ、最初のところに戻ってきたわけか。これで入り口の近くに行けますよという構造ね。はいはいはい。あなたたちのおかげで助かりましたわ。お礼を申し上げますわね。そんな、いいですよ。結局ソーサリーグローブに関する手がかりは見つからなかったけどな。あら、ソーサリーグローブのことを調べていたんですの？ええ、そのつもりでエル大陸に渡ろうと思っていたんです。そうだ、セリーヌさんも僕たちと一緒に行きませんか？クロード？いや、セリーヌさんの紋章術があると心強いなって思っただけで。そうね、考えてもいいですわよ。本当に？ええ、彼女さえ良ければですけれど。セリーヌと一緒に旅をする、まあ仲間にはなってもらおう。もちろんレナだって賛成しますよ。ぜひ仲間になってください。いいよなレナ。うん、じゃあしばらくお供させていただこうかしら。よし、最初の予定通りクリクに向かって出発しよう。セリーヌが仲間になった。正式に親密度が変化しました。サンキューフォープレイング、ここまでですね。製品版に引き継いで遊ぶことができますということで、まあ、全3回にわたって体験版やってきましたけど、まあ、かなりいい作品に仕上がって、まあ、もともと面白かったけどね、もともと面白かったけど、あの多分そのスターオーシャン2って何回か出てると思うんですよ。ただ一番最初のやつとこれしかやってないから、その2つの比較しかできないんですけど、多分一番最初の作品ってなんか3連続の攻撃とかなかった気がするんだよね。一発一発の攻撃でなんか連続攻撃しようとするとそこになんか技を織り込んでみたいなやり方だったと思うんで、まあ、3連続攻撃はテンポも良くてなんかかなりいいと思います。まあ、そこからもちろん技にもね、あのつなげることができるんで、これはあのぜひ買ってやっていこうと思います。で、まあ、11月2日で今日が9月16日なんですけど、まだ1ヶ月ちょっとあるので、その間にスターオーシャンの1をちょっとやっていこうかなと思います。まあ、一番最初に出てきたロニキスとかスターオーシャン1で出てくるんで、まあ、完全に物語がつながってるかって言われたらそうではないんですけれども、まあ、時代的なつながりはあるので、まあ、2が発売する前に1をやっていこうと思いますので、まあ、そちらの方も見に来ていただければと思います。というところで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。